VTB250 第250回です。今回は折り返し地点的な回数になりましたので、トレーディングカードゲームを復活しましたよっていうのもありまして、まあトレードをちょっとずつ再開していきたいなというのも思っているので、ここでちょっと一回僕の荷物の作り方というか、トレードを発送するまでの方法みたいなのを紹介したいなというふうに思います。まあトレードのやり方ですねを紹介したいと思います。それではちょっと準備をしますので少々お待ちください。では説明していきたいと思います。基本的にトレードの流れというふうな感じになりますと、誰かのトレード提供であったりとか、自分の希望するようなカードがあった時にその方にメッセージを送って、これこれこういうものが欲しいんです、で、僕はこれこれこういうものを持っているからあなたに提供できますというふうに、お互いですね、提供できるものと希望しているものというのの情報交換をして、そこでお互いがじゃあこれとこれを交換しましょうというふうに納得した時点でトレードというのが成立するということになります。これが赤さん、黄色さんいたとしたら、赤さんの持ってたこちらのカードと黄色さんの持ってたカードをこう交換するというのがトレードになってます。まあお互いが欲しかったカードなので、お互いが納得する形でトレードができれば、まあこのトレードは成立するということになるんですが、トレードをするにあたってこれを相手に発送するということをしないといけないんですが、まあ、住所交換、僕がですねおすすめする方法としましては、基本的に住所、そして相手の名前、そして電話番号、これ自宅の電話番号、これが多分必須条件になってくると思います。でこれが交換できない人とはトレードしない方がいいと思います。自宅の電話番号で基本トレードできる方っていうのが安心できるかなというふうに、僕の経験上はそういうふうにアドバイスはできます。では僕はトレードする時の方法をこれから説明していきたいと思います。カードっていうのは基本的に大きさが2個ありますね。でこちら重ねてみると分かるんですけど、まあこちらゼクスで、これヴァンガードなんですけど、まあ大体カードはこの2種類の大きさになっています。で一つがこのミニサイズ、もう一つは、レギュラーサイズって言われるカードなんですけど、まあゼクスの方が大きいです。でこちらは例えば、ゼクスの大きさのカードになると、最近出たところでバディファイト、あとはデュエルマスターズとかがそうですね。でこちらのヴァンガードのカードのサイズになりますと、こちら遊戯王とかバトルスピリッツとか、その辺のカードゲームが同じ大きさになってます。でこれがやっぱり、それぞれ大きさに合ったスリーブ、こういうね透明のスリーブとかが売ってます。あとは例えばこういったあの色付きのねものも売ってたりとか、あとはキャラクターの絵が描いてあるようなものがありますけど、その大きさに合ったスリーブっていうのがあるので、この大きいスリーブにはもちろんちっちゃいものが入ります。このようにね、大は小を兼ねるです。でだけどこのヴァンガードの専用スリーブにはもちろんのこと、大きいもの、専用スリーブというかヴァンガードにしか入らない大きさのものだとこの大きいものは入りませんので、この自分がトレードしたいカードのサイズに合ったスリーブを用意するっていうのも結構ポイントです。でなぜスリーブが必要かと言いますと、カードっていうのはやっぱりこの普通にこうやっただけですと、例えば中でこうバラバラしてカードが擦れちゃったりとか、そういったことがありますので、基本的にはカードをスリーブにまとめて入れるっていうことをしますね。だからここに例えばこのちっちゃいスリーブのサイズのものでも、今ここに4枚ぐらいカード重なってますけど、これも入ります。ぴったりのサイズのスリーブのサイズでもこのように入ります。わかりますね、こうこのように、スリーブに入ってます。ですのでこうやってまとめるのにすごく便利なんですね。だからこれを、こういうスリーブを用意して入れます。で例えば、これは今コモンカードとかが主なんでいいんですけど、まとめて入れてもいいんですけど、こういうふうに光ってるカードありますよね。このように光ってるカードで、このようにレアリティがダブルレアですけど、ここの騎士みんな大好きガンスロットさんですけど、こちらの、レアリティの高いカードはこうやってまとめて入れるとやっぱ傷とかつきやすいっていうのがあるので、そういうのを気にする方もいるので、1枚ずつ
これはスリーブに入れるといいと思います。で少し大きめのサイズのスリーブを用意して、で例えばこれをこうコモンカードなんかで表面が傷つかないようにこんな風にね挟んで、中央に挟んで大きなスリーブに入れるという風な風にすると結構しっかりとガードされますね。でこんな風にまとめるという感じにしてもいいと思います。で、まあ、これは大きなものでも同じです。大きなものでも高レアリティのものは一つのスリーブに入れて、まあ、こうやってで最後まとめて、で自分のちょっと使わない不要なカードなんかをこうやって表面の方に両サイドに挟んであげたりとかするといいと思います。でカードの厚みって大体、一緒ぐらいなんで、大体僕の場合だと15枚ぐらいとか、最大でも重ねても15枚から20枚ぐらいの、重ねることあります。でこれ後で説明します。なんでそうするのかっていうことは後で説明します。でじゃあまずここにスリーブにこうカードをまとめました。まとめた後にどうするかっていうと、ここで意外と便利なのがこれなんですよ。これ分かります？はい、これよくトイレで使うやつですね。うん、このトイレットペーパーのこれ、これ芯あるじゃないですか。これを全部使い切っちゃったら、トイレットペーパーの芯をこれが意外に使えるんです。でこれをどうするかっていうと、これをこのように潰しちゃいます。ペタってね、ペタって潰します。で潰して、そしてこのカードをこの潰したとこの中にこのように入れることができます。わかりますね、これもう完璧です。で見てください、これ入りました、中に。でこのように入ってますね、中に。でこれちょうど大きさがぴったりなんですよ。もうほぼぴったりです。ちょっと大きいんですけどぴったりです。でもちろんこの大きさも見てもらって、大きい方のカードもこれ入ります、ちゃんと。はい、なのでまあこれなんかもし大きいカードだったらこれをそのまま入れればいいです。でややちょっと大きい方のカードだと無理やり押し込む感が出る場合があるので、それが嫌だなっていうことはこの方法取らないで、まあ、ちっちゃいこのミニサイズというかスモールサイズのカードの場合だったら入るので、ヴァンガードとか遊戯王とかバトスピのトレードの時には意外とこの芯が役に立ちます。でこうしたらどうするかっていうと、今度はこれですね、これセロハンテープ、セロハンテープで切って、この上のところと下のところね、にこのようにテープをつけて、これでもう出来上がり。基本的にこれでまあよっぽどのことがない限りは傷はつきません。これはもうこれでほぼで、それはもうなんかね、鉛筆とかでこうガーンってつつけばあれですけど、そんなことわざわざする人はいないと思いますんで、まあよっぽどのことがない限りこれでまあ折れ曲がったりとかっていうことをするようなことはなくなると思います。次に出てくるのが僕の場合はこれなんですね、これで。その前にちょっとね、ここせっかく紙じゃないですか、紙なんでちょっとね、僕の場合はメッセージ書きます。例えば、A さんとトレードしたら A さんへって感じでメッセージ、今回はありがとうで、中に例えば入ってるもの、
ヴァンガードのカードダブルレア1枚みたいなとか書いたりとか、まあこれはあの書く内容は自分の書きたい内容でいいんですけど書いて、で僕の場合はまあこっち側に自分の、VTB とか、まあ漫画みたいな感じでメッセージ書いて送る感じになりますね。なのでこうやってちょっと一言書いておくと、ちょっと交流にもなるしいいかなと。でそこで次これ出てきます、アルミホイル。これは実はサランラップでもいいです。これこの幅よりちょっと広めにこうやって切って、でこれを巻きます。ゴムに巻いていきます。これサランラップでもいいんでね、僕の場合はアルミホイルを使います。なぜかっていうと、こういうあのサランラップのキュッ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 した感じが苦手なんですよ。なので僕の場合はこのアルミホイルの方がいい。あと逆にアルミホイルのこのシャカシャカした感じが苦手な人も 音がねいるんで、それはあの皆さんお好みの方でいいと思います。でこれこうやってこのように包みますね。はい、できました。それで、次に出てくるのがこちらです。はい、こちらが、これ事務用封筒ってなってるんですけど、大きさがこの定型郵便っていうねやつ、まあ長径3号っていうんですかね、うん、このサイズですね。こちらのサイズの封筒が意外とおすすめで、まあ、もちろん普通のちっちゃい封筒でもいいんですけど、これちょっと大きめの封筒なんですね。でサイズはまあこちらに書いてありますけど、 120×135mm ですねのサイズの封筒になります。でこちらを使うと何がいいかというとですね、このサイズだとなんとこれがこの今作ったこのトイレットペーパーの芯ありますよね、それがそのまんまこう入るんです。こういうふうにこういうふうにね、これ入れてみるとこう縦じゃなくて横のまま入るんですよ。さーっと入れます。そうするとこれご覧の通りこんな感じになります。だから結論、入ってる大きさはここまで、この線のとこまでが入ってる大きさですね。でこれをじゃあこうやって折ってみると分かるんですけど、こうやって折っていくと分かるんですけど、はい、分かりますか、これ封筒の折り口がここなので、折り口がここなので、この折り目を見てもらうと分かるんですけど、今作った束が3個分は入るんですよ、こことこことここに。なので結構枚数が多くなってもこの封筒で送れば結構な枚数が送れるんですね。なので僕はこの封筒を使うようにします。でさらにもっとたくさん送りたいっていう人、ものすごい量、大量にトレードしますっていう人はこちらの封筒をおすすめします。これが A4 事務封筒の A4 サイズっていう本当に封筒なんですよ。 A4 用紙がそのまま入っちゃう、うん、角型2号ですかね、これちょっと読み方がわからないですけど、はい、僕ずっと角型2号だと思ってたんですけど、これを、おすすめです。 A4 サイズちょっと大きめのサイズなんですね、ちょっと大きめで、まあ仕様が 240×332 なんでかなり大きいんですけど、こちらのサイズにすれば、これを見てもらうと分かるんですけど、このさっきのサイズのこのね、このサイズがそのまんま3個入るんですよ。3個
ってことは、僕さっき言ったんですけど、この厚みを考えて、だいたい最大多くても20枚ぐらい、まあ、15枚ぐらいにした方が安心なんですけど、15枚ぐらいにするじゃないですか。で、15枚で作った束をこう、まあ、簡単に言うとポンポン、まあ、これカードでやっていけばこんな感じの、こんな風にねして置いていくと分かるんですけど、明らかに封筒の方が大きいんで、まあ、こんな風にはできるわけですよ。で、それぞれそこが、ここが15枚の束、15枚の束、15枚の束ってやれば、計算してもらえば分かりますけど、100枚近くの、100枚以上ですね、ほぼ100枚以上のカードを送ることは全然可能なんですね。で、なのでその数に合わせて自分の封筒とかそういうのを考えてもいいです。で、逆にもうこのカードのこの一束だけの厚みで送るっていう場合、この場合だったら逆にもうさっきのやつで方法で入れて、こんなあのコピー用紙とかあのチラシの裏真っ白になってるのでもいいと思うんですけど、こういうのに普通に このさっきのね、この状態のやつをそのまんまこうやってさっきのアルミホイルに包んだ感じで、こうやって包んで、で、ここを折って、ここを折って、うん、こういう風にで、まあセロハンテープでもいい、本当はのり付けがベストなんですけど、セロハンテープとかで、これ簡単に開けられちゃダメなんで、やっぱ開けられないようにね、できる限りしっかりこう固めて、で、まあここにあの住所とか書いて、これあのカードを入れた後に書くとダメなんで、先に書かないとダメなんですけど、まあこういうところに住所とかをこう書いて送ってもいいと思います。うん、こんなんでもう普通に送れちゃいます。ただあのこれだとさすがにね、もうこれは本当に奥の手みたいな送り方なんで、あのこんなんじゃなくって、やっぱり封筒をこれ買って用意してでやるのが一番ベストだと思うんで、トレードいっぱいこれからやっていきたいって人はもうあのホームセンターとか行くと売ってますんで、このサイズのやつ結構安く、業務用ってやつだとものすごい安く売ってるんで、これを買っとくといいと思います。この封筒ね、まあ大体これで間に合うんで、この長径3号、うん、長径ね、長径3号、読み方間違っててもつくまないで、これ長径3号だから、俺の中でもう長径3号だから、長径3号の、やつでやった方がいいです。で、これをまあ今とりあえずこういう風に作りましたけど、僕の場合ですね、これ例えばこれ一束だとこうじゃないですか。で、ぴったりに作っちゃうと後が開けにくいんですよ。なぜかっていうと、のり付けするから、うん、のり付けするから、例えば開封するときにこれ切ってカード切っちゃまずいよなっていう状況になっちゃうんで、僕の場合はこれ例えばここがじゃないですか、ここじゃないですか、ここだったらちょっとそのここの本来のカードの大きさの部分よりも大きめに、このラインよりも大きめに少し折り目をつけます。大きめに折り目をつけといて、それでまずここの蓋の部分折ってからの、折ってからの、またさらにこれ今つけた折り目がここなんですけど、これがカードの入ってるところの大きさね、ここが大きさで、ちょっと大きめにつけたところよりもまたもうちょっとこうやって幅を持たせて、ここで一回折り目つけるんです。これは別に好きな大きさでいいんですけど、こうします。そうすると折った時にこういう感じになるんですね。これがカードの入ってるところですよ。だからちょっと大きめにこう余裕ができる。で、横から見るとこんな感じになる。でこれで封をするんですけど、その前に一回出します。これ一回折り目つけた一回出して、これ出して
そんでちょっと下が柔らかいんで下に台紙つけますけど、ここで、まあ、こう折るとこういう状態になりますよね。なるのでここが表面になるので、ここに僕の使うのはメール便、黒猫メール便というのなので、上にメール便って書きます。メール便、わかる？メール便ね、メール便って書いて、で教えてもらった住所、例えば000-1234みたいな、まあ、ここは本当の住所ですよ、を書きます。で例えば東京都今日みたいなふうに書いて、1-2-3って感じでこう住所書きますね。そしたら相手のお名前を東京バンガタロみたいな様で名前を書きます、はい、でこれが何なのか僕の場合は分かりやすくするために、この郵便番号の上の部分にここに受取人ってつけます。受取人って書いて、でここを枠で囲みます。こんな感じ、はい、まあ、こんな感じに書きます。でここにさらに水濡れ、水に濡れたら困るので水濡れで折り曲げ、折り曲げてもらっても困るので折り曲げ、現金でびっくりマーク、水濡れ折り曲げ現金というふうに書きます。でこれでとりあえず安心で、裏面に自分の発送元、自分の住所なので発送者の名前ですね、発送元で、あとは何かあった時にその住所の先がなかったとかの場合に返してもらう先、返送先って書いて、で自分の郵便番号000-1234、東京都東京区東京5-4-3みたいな感じにして、で自分の名前、山田太郎とかって書いて、でここをここでこう囲みます。そうするとこれが発送した人ですよっていうのが分かります。で例えばこれだけだとちょっと分かりにくい場合もあるので、トレードした時のツール、使ったツール、例えばスカイプならスカイプ ID とか、スカイプ名ですね、あとは YouTube なら YouTube の ID とか Twitter なら Twitter の ID とかを書いておくといいと思います。だ例えば僕だったら XXXNOXONXXX で番がですね、分かりやすくすればさらに VTB とかっていうのもつけておくといいかもしれませんね。こうすれば僕がトレード品を送ったんだよっていうのは分かるので、でこれを書いたら開きます。一回開いて、こちらの方を先ほど作ったトレード品を封筒の中に入れます。でこのさっき初めにつけた
この初めのカードの大きさはこれですけど、その後につけたこの折り目のところに合わせて、また同じように蓋をこう折っていく状態になります。これで発送できます。でここをセロハンテープで貼るのもいいんですけど、僕の場合はこういうまず雑誌、昔のいらない雑誌とかを用意して、で例えばこう自分のもういらないページとかねありますよね、こういう、あもうこのページいいな、漫画とか後で読む可能性もあるので、まあ、こういうとこ優先的に使っちゃうんですけど、まあ、このページいいなっていうところで、じゃじゃーん、このスティックのりとかねを用意して、普通ののりでも構いません、僕はこっちの方が扱いやすいのでスティックのり使いますけど、でここまずここを塗って、でペタッと一回まずやります。で同じ場所でやるとくっついちゃうんで、この時に便利なんですよ、雑誌って。ただ1ページペラってめくって、で次のページ行って、でここ次の折り目のところまでまた塗って、でんでこれをペタッて貼ります。でまたここでやってると、作業やるとまたベタベタくっついちゃうんで、次のページに行って、これ何の雑誌でもいいんで、ジャンプでもマガジンでもコロコロコミックでも、なんかあのよくいらない、あの通販とかの宣伝のチラシとかでも何でもいいんで、あの同じところでベタベタやってると必ずくっついちゃうんで、でこうやって塗ったらこれ最後ですよ。でここをペタッと折り返します。でこれしっかりとこのようにして貼っ付けます。で重要なのはこのちょっと両サイドをこうやってちょっとしっかり、ちょっと手につくんですけど、後で洗えば取れるんで、こんな感じでしっかりと貼り付けます。そうするともう完璧です。こんな感じの一つの、もうほんとこの大きさにまとまります。でカードの大きさと見てもらえば分かるんですけど、カードを本当に1枚やるのにこれぐらい、カード2枚分ぐらいの大きさに収まります。ってことはこれ、この大きさにカード2枚入るんですよね、うまくやれば。ただちょっと幅がやっぱ狭くなっちゃうんで、これ厳しいんで、やっぱこういう取り方がベストです、うん、でさっきも言ったけど3束ぐらい、 15×3 束で、その長いものを入れるとか大容量のものをやるって言った時に意外と便利なので、取っといたらいいと思うものはこれ、こういうクラッカーの箱とかをこうやって広げて、もうね、これ取っとくと、これも厚紙なんでこれもすごく便利です。これ入れてカードをここにこう束にしたパックをここにこうやってね並べてで、このままこう挟んでみたいないう風に同じような要領で作っていけばいいです。だから大きさとか数によってその使うこういうものを変えていけばいいので、僕は結構取ってあります。こういうの今クラッカーのでしたし、例えばこういうお店に行くと、カードショップとかに行くとこういう中仕切りがあるんですよ。これボックスの中間に入ってるやつですけどね、ボックスの真ん中に入ってて、こっち側とこっち側にパック入ってるやつなんですけど、これとかボックス捨てちゃうんですよ。でもこれを捨てないでこれ取っとくと、そのままこれヴァンガードのやつのサイズなんで、このままこういう風にいけるんですね、この大きさで。であと大きい部分は切っちゃってもいいし、好きなようにこの辺も使えます。なのでこれも便利なんで、こういうのとかねもらってきてもいいですよ、ショップからトレードするときとか。だからこういうのを取っておくと便利ですね。だからまああとはティッシュの箱なんかもいいですし、普通のティッシュの箱のボックスなんかもいいと思います。まあそういったものを活用して、とりあえずこのように
荷物を作ります。はい、そして荷物ができました。で、これを今度は持って、僕はですね、黒猫ヤマトさんの黒猫メール便というのを使って発送するので、このまま持って、これをセブンイレブンに持って行って、セブンイレブンでのレジの受付ですいませんと、店員さんに、話しかけてですね、まあ普通にレジするときみたいにすいませんって、言って、このこちらの封筒ね、この荷物なんで、これは荷物を、この荷物を黒猫メール便の普通便で送りたいんですけどというふうにお願いします。で、メール便には普通便と速達があります。速達というのは早く届く、普通便より早く届く、仕様になっています。で、普通のスピードでいい、まあだいたい2日、遅くても2日から1週間以内、まあ4日ぐらいでは届くと思うんですけど、それぐらいでもいいっていう場合は普通便で送ります。で、大体僕の使うのは普通便です。急ぐ必要がないんで。普通便で送ると大体金額が、この大きさ。あとは先ほど言った、A4 封筒ですね。A4 のでかい、大きい封筒。あの封筒のサイズまでも、厚みが、この厚みですね、ここの。この厚みが1センチ以内であったら、1センチ以内であったら82円で送ることができます。で、今度厚みが2センチになった場合、ここの厚みが今度2センチになった場合が164円で送ることができます。大きさは先ほどと同じ、大きければこの大きさで送ることもできますし、先ほどのこの封筒ですね、こちらの封筒で送ることも可能ですし、もっと大きいサイズでいくとこちらのこの封筒ですね、はい、ちょっともう縦で入りきらないサイズですけど、こちらの、角型2号っていう、サイズの大きさで送ることもできます。こちらのサイズの大きさまで、この大きさの封筒の厚さ1センチまでが82円で、今度厚さが2センチ以内になっていれば、この大きさであれば、この大きさ内であれば164円で送ることができます。ですので、要するにこの A4 封筒の大きさに、まあ、角型2号の大きさの封筒以内のでかさであれば、厚み、問題になるのは厚みと重さだけなので、確か1キロ以内だったらいいんですよ。1キロ以内のものだったら送れますので、まあ、いろんなものをトレードで送ることができるようになると思います。まあ、僕はそれで、普通便でお願いしますというふうに言って、ちょっとしたこう用紙みたいなのが渡されますので、そこに、中身は何ですかみたいになってるのをチェックマークを作る項目あるんですね。ちょっとなんか忘れちゃったんですけど、まあこれ、こういうちょっと長方形の紙にこんなような項目がまずあって、そこの中に書類ですか、書籍なんですか、それともなんかここら辺にまた2つぐらいあったと思うんですけど、その他みたいなとか、まあそれどれかチェックしてくださいってなってるんで、別にそれはどれでもいいんですよ、はっきり言って。で、まあこれはじゃあ書類ですみたいなとこ項目にチェック適当にして、で下に名前、署名をするとこがあるんで、そこに自分の名前をサインして、自分の本名でいいんですよ、それ別に誰かに見られるわけじゃないんでね、それをサインをして、でそうすると店員さんがいろいろとこう判子ついたり、いろんな作業をしてくれて、で最後にシールをここにペタって貼ってくれます。で貼ってくれて、でその貼ったものが、荷物として相手のところに送られていくというような形になっています。なので、まあこれでだいたい費用としてかかっているのは封筒代と送料になりますんで、だいたいがまあ100円以内とかですかで送れると思いますので、まあこういった送り方がありますよ、トレードの方法がありますよというのが僕のやり方になっています。まあ結構こんな感じでですね、簡単に、まあ近くにコンビニがない方はどうしようもないですが、黒猫ヤマトの営業所などからももちろん発送できますし、もし黒猫メール便が使えないっていうような環境にいる方は、まあこういう形はこんなようなものにして、最終的にそれを郵便局とかに持ってって発送することもできます。それはそれ
の重さだったりとか大きさだったりとかっていうものによって金額が変わってきますが、まあ大体100円から高くても2、300円では多分送れると思いますので、まあこんな方法でトレードの方をしてみてはいかがでしょうか。では、今回使ったものをね説明していきたいと思います。トレードするのに必要なものとして、まずはトレードするためのカード、そしてそれを、入れるための保護するためのスリーブ、そしてそれをまとめたものを、さらにですね保護するために、挟むためのこういった、厚紙ですね、トイレットペーパーの厚紙でもいいし、先ほど言ってましたがあとはお菓子の箱とかですね、こういったもので、挟みます。そしてその後にこのアルミホイルやサランラップで包みます。でこれは防水を兼ねています。はい、防水を兼ねています。で最後にこの封筒使いますね。封筒に入れて自分の必要な枚数や必要な大きさに合わせてその封筒を使って封筒に入れます。でそこにそれをそこにですね名前とか書くためのボールペンや、あとはのり付けするためののりであったりとか、まあ場合によってはこういったセロハンテープなんかを用意していただいて、それでこのように梱包していただくと。でこれのり付けでも心配だっていう人は長めにセロハンテープをケチンないでね、ここ切ってもらって、ここの部分にこのようにつけてこっち側まで折り込んじゃう。これも長めに取ったのを折り込んでこっち側にペタッと貼り付けて、でここしっかりと、これ2回ぐらいやってもいいです。縦にここやってもいいです。やればやるほどいいと思います。でペタッとつければもう簡単には開かないので、こういう状態で送ってあげてもいいと思います。まあこんな感じでしょうか。まああとはこう厚紙を切るためのハサミなんかもね用意しとくと、いろいろ荷物が作りやすいかと思います。ということで今回はトレードの説明をさせていただきました。まあこれでもわからないという方はですね、コメント欄に少しコメントいただいて、僕のわかる範囲で説明できる範囲で、返答の方はしたいと思いますが、結構まあ分かりやすく説明したかなというふうには思いますので、何度かこう繰り返し見てね、ここはどうなってたっけなんていうふうに見てもらいながら参考にしながら、荷物の方を作って発送していただければというふうに思います。まあ皆さんトレードはあくまでも自己責任で、やるものでございますので、よく気をつけて、やっていただきたいというふうに思います。では今回はこのようにトレードのやり方を説明させていただきました。それではまた VTB ライド。